おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷和哉です。重要なタイトルがついておりますが、えー、まな板の上に置いたのは、あとザの物語という。はい、えー、あ、あはもちろん、あの、英語の、はい。This is a, pen の a ですね。えー、で、ザは、the end の字、ザ、the、はい、の物語これ、前からちょっと私、思ってたんですが、私たち、まあ、アジア圏には全く存在しないんですが、国語文法の中の、 名のの性質をまず示す監視の存在ちょっと難しい言い方になりますがそういうふうにしか言いようがないんでありますね。私たちにはその違いがわからない。私たちには漢詩というものがありませんから。はいえー、英語圏内には「あとザ」という漢詩という文法がありまして、えー、私前から思ってたんですが。 英語話者の人たち英語を国語とする人たちというのはものすごくこの漢視に敏感で「こうあが」があと「座」の使い方を間違えるとすごく彼らは気持ち悪そうな顔をするんですね。ええええ、で間違えると怒り出す人なんてのも私テレビのドキュメンタリーで見たことがあります。日本人のの旦那さんと結婚したイギリスの奥様が 英語の塾を開いてらっしゃるんですけどその英語の塾のお父さんの方が T シャツ作ったんだけどなんか漢視を間違えたらしいんですねあと座をあそのプリントする文字すそう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 そ、はい、うそ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 うなうそうそうそういうそ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 うらうそ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 のそう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 そ うん。これは私どもにはないんでありますけどもね。で、まずは、えー、その後、あと、ザでございますが、大雑把に3枚荒くおろしてみたいと思いますが、まず、あ、あるいは、アン an apple とこういう風になるわけでありますが、この、あ、あるいは、アンは、one of many。たくさんの中の一つであると。それに比べて、ザというのは、one and only。うーん。ね だかからもううこの世にたったっつしかないといと、はい、そういうことでこの「あ」と「座」を使い分けなければならないというその「あ」と「座」を決定していくのはコンテクスト文脈の流れというのがありましてなんか硬い話い<や>なんかでもこういうの面白くない、はい、なんかね俺外国の人が気持ち悪そうな顔をしてなんかこう日本人を叱ってるっていうのは そここそが日本とその国の個性の違いだって気がするんだよね。うんえー、さあ、行きましょう。はい。カナさん。あとザの使い方、いかに難しいか。今から3つの文章を読みます。<laughs> その中で、正しいものを1つだけ言ってください。いやだ,だ <laughs> 英語の授業思い出すな。では、問題を出します。1番。エディソン、インベンティでグラムホン。2番。エディソン、インベンティッグラムホン。3番。 エディソンインベンティッドグラムホーンズはいはいこの3つのうち正しいものはどれか1つは定冠詞の「ザがついている2番目は「あ」がついている3番目は漢詞、えー、はつかずに、えー、複数形のグラムホーンズと言っているグラムホンって何でしたっけえグラムホーンは電話でいいのごめんなさい えあ、ちくんきです。ごめんなさい。ちくんグラブ音。あんま似てるようなもんですね。はい、前前に似てる。はい。はい、どうぞ。一ッさん。ザザ世界あ、よかったすごい、世界。外人も喜んでます。よかっ英語の先生、興味がしゃって。これは面白いでしょねえ。なぜさんは罰なのかこれは、 エジソンが発明したのは、一番最初の一台で、他に、この世に蓄音機はなかった。うん、だから、えー、ザなんですな、ね。はい、つまり、えワ、ー、ン・オブ・オンリー。だからザなんですな、ね。うん、ええー。でも、なんか、この監視って俺すっごい面白いなと思ったんだよね。うん、俺たちの習慣に全くないじゃん。はい、監視な。はい。だって、 カナさん、俺たちな、その東アジア圏、ね、複数形も持ってないんだよ。<ー>だ英語って S つけるだけでたくさんってわかるわけじゃん。んえー、でも日本は子っていうのと子供っていうのは、あの、どもの方が多分複数形をあの、あの、あれしてるんだろうけど、わざわざたちとかをつけない限り、えー、ですからこの、 あのあとザそれから複数形の「図」を持つという言葉遣いで生きている人たち、うん、そういう人たちの世界っていうのはこの「あと」「座」からこう入っていけばねそれぞれの文明の違いが明らかにわかるような気がするんですな、はい、このこの敏感さ過敏さ、うん、これがなんかこうちょっと面白いような気がしましてね。はい 不思議な不思議なね国語の世界でありますけれども、えー、文法の世界に入っていこうと思いますこの続きまた明日の間の板の上で武田哲也今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香田です、えー、正月のことでありましたけれどもなんかあの安倍政権の行方を占うというんでね靖国問題が取り上げられておりまして、はい、解説者の人たちがアメリカがディサポインテッド というう言葉を使ったっていうんで非常に激しい表現だっていうねおっしゃってましたけど、えー、さあここからまた「あと座」の物語いきましょう、はい、つまり、えー、この、ま、英語の、えー、こう訳なんかもそうでありますけどもいかにこう互いの文化言葉国語そのこう違うのかというね、はい、さあ今,今日はですね英訳「鯨は動物」です。 これを英語で説明するときが結構難しいらしいんだ。ほー。俺たちだから楽なんだそういう意味では。うん、クジラは動物ですって、そんにポンと言えるから。はい、これ、ザ an ・ホエール・イズ・アン・アニマル。ザ・ホエールズ・イズ・アン・アニマルでは、クジラの中のその一頭となり、ア・ホエール・イズ・アン・アニマルでは、クジラの中のただ一頭を、 動物、と認めるという、そういう意味になる。え、え、今全然意味がわかりません。ああ、ああ、のね、<laughs> クジラは動物ですって説明するから、<laughs> えー、クジラ is an animal になるんだけども、そのクジラの前の監視をどうするかなんだよ、問題は。はい。で、ザを持っていくと、クジラの中のその一頭だけが動物という。ザ<ー>、ザだと強調するわけだ。<ー>指さすわけだから。 はい、そういう意味だね、はい、あの「ザ」っていうのはこう指さすような「うん、このクジラは動物です」っていうねはいだからちょっと表現としては間違ってるわけですな間違ってんですねいやだってクジラいっぱいいる中で「このクジラは」っていうわけだからうん, <laughs> <あ> <laughs> んそんなこと考えないで今まで使ってたのでいやいやいやだ,だからそういう意味でも英語って面白いんだよだったら「ディ<え>ス」って言えばいい ダメなんですかいやいや、じゃあそれいいかもしれませんけど、はい、今日、今週はとにかく、あとザのくくりで考えていきましょうね。はい。はい、だから、クジラにザをつけるか、アをつけるかなんですけど、ザ吠えるという風にして、えー、しまうと、そのクジラって指さすことになる。ね。うん、今度はアをつけると、あのー、なんかこう、全部のクジラさんたちみたいな。ゆるーくこう、縄で縛るという。うん、ザは指さすでしょ。はい。 あはね、なんか縄でロープでこう一くくりにして、束で売るようなもんなんだ。は束、い、で、束でくくると、なんかちょっと子供っぽいと思わない。みんなの、みんなの、みんなのクジラさんたちみたいな、そういう意味になるらしいのよ。言い方にもよりますけどね。言い方にもよるけど、<laughs> なんかしんないけど、<laughs> はい、はい。この本いわくね、はい、ランガーさんという方がお書きになったこの本によると、あをつけるとちょっと言い方子供っぽい。だって、 英語話者の人が子供っぽいって言ってるんだから、仕方ねえじゃねえの。ねはははい、じゃあ、あ何と言えばいいんですかということですけど、この時は。関しつけるのよしましょうと。うん、複数をつけるだけで。いいクジラたちは動物たちですという。あ、ほえるず。ああ。うん。<ー>うん、アニマル。アニマル。ずずず。あ,あず。ず。複数。わあ、難しくなってきたなー。ね、これらの、これらの。クジラたちは。 動物たちですというくくりとくくりといううくくくくりりだから「あ」とか「ざ」でくくらない方がいいと全部複数形にしちゃえばいいそうですそうですこの時は複数形なんですんこの「あ」と「ざ」あるいは複数を,を使うかどうかを決定するのはあくまでも文脈コンテクストの中文脈全体の流れの中でどう処理していくかなんです ちょっと今日はあの冗談で申し上げましたけど、アメリカの人が使ったディサポインティッドもね、文脈全体の中のディサポインティッドで探した方がいいということで、一語だけ取り上げて失望と訳せるっつんで、あんまりカチンカチンに考えない方がいいんじゃねえかなと。それから、英語文化圏、英語の文法と我々の文法の違いだけど、This is the pen と同じ流れで、I like a girl. I like a girl、うん、とやると、これは英語話者、英語を話すスピーカーの人たちには、ちょっとこの人変態みたいな。ほう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 。うん。うん、その、I like the girl だったら、その女性だから、好みの女性でしょ。でも、あ、ガールだったら、ちょっと青い若い娘だったら誰でもいいみたいな。<laughs> そうなるんですね。そうなるのよ。うん。これは面白いよな。 はい、もし「あ」をどうしても使いたかったらば「休日に会ったあの子が好き」みたいなあ具体的なそうそうそううんこの辺「あ」と「座」というのはですね非常に短い言葉で漢詩ではございますが重大な意味を持つという表現でございますなかなかほら面白いことなんでしょう、はい、続きますよ私は意地でも <laughs> 武田鉄矢「今朝の三枚おろし」 おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷かなですどうです今週のこだわりはちょっといやー私もこの手のことは初めてなんでおたおたちょっとしてます。中学の頃を思い出しますねでもやっぱ英語って違う物事の考え方をする人間が地上にいるんだっていう意味では非常にわかりやすい言葉ですよねはい、うん 私たちは漢詩という文化を持っておりませんからなおさらでございますが漢詩一つ取り上げても彼らの文化のありようが分かるような俺カナさん何が言いたいかちょっとさ基本的に俺ねいっつもそう思うんだよ。俺たち東洋人って白人の人がパッと顔を見るとみんな同じ顔に見えるらしいね。 東洋人っていうのは大体みんな顔つき似てる似てるっていうかなんかそういう人種なんだよ<ー>だから中国人韓国人日本人って見分けつかないじゃない、うん、ねだけど明らかに違うんだけど文化も何もかもね習慣も言葉も違うんだけど一見なんでそういうことになっちゃったのかっつったらマンモス食ってたからじゃないかなと思うんだ俺マンモスうんあのさ、はい、黄色人種ってマンモス食ってたらしいんだよはいあ氷河期ええなっ その時みんなでやりもってさ、50人ぐらいでやり投げつけん。はい、マンモスもバカじゃないから、やり投げたやつの顔を覚えるわけだ。はい、だから、あんまり個性があると、あこの野郎つって、マンモスがずっとそいつばっかり追う可能性がある。だから、割とみんな似た感じの顔だと、<laughs> あれあいつだったかなみたいなことで、迷ってるうちにたくさんやりが刺さるっていう、そういう説なんだよ。徹夜説ですね。徹夜説だけど、俺、これかなりいいとこ言ってると思うよ。<laughs> 普通なんで、すね西洋人ってのはみんな個性的じゃん、顔つきとか。な<ー>それはば、マンモスじゃねえんだよ。ええ、あいつら鹿とか、そういうの狙うから、牛とか。これは俺が取ったもんだっていうのをはっきりさせるために、男たちの顔がみんなすごく、<laughs> なんだよ、その笑い方。その、バラバラになったという。 これ、俺、かなり自信あるんだよ。なるほど。で、彼らが、あとか、ザ、複数形にこだわるのも、これじゃないかな。はい、俺が取った、ザ、ディアーとかね。<laughs> うん。お前が取った、あ、ディアーかとかね。<laughs> お、ディアーズだとか。いや、そういうのあるんだよ。だって、俺たち、牛でひとまとめにするけど、英語では、目牛、お牛で、使い分ける、ね、わけじゃないね。それはやっぱり、何か、 その手のことがあったからだよ。うん、津軽の人間はだって、降ってくる雪に関しても、十いくつの,の呼び方をするって、新沼賢治が歌ってたじゃん。みぞれ、なんとかって、ねなんとか、あれあれ、とかなんか言ってたじゃん。粉雪なんとか雪とかね。うん、あると同じこと。はい、さあ、それでは行きましょうね。えー、言いましたように、I like a girl。これでは響きとして、ちょっと変態。 青い子好きみたいな、そういう言い方になっちゃう。必ず、あ、ガウとつけた場合は、その後に、それゆえの出来事。例えば、I like a girl met on a holiday. 休日、休みに会った、あの子は可愛いという。 そういういい何かこう形容詞を持ってこないとダメだ、はいええ、ちょっと英語の先生の目、ね、<laughs> 合わせながら <laughs> 顔色を伺いながら英語話者の顔色を伺いながらお送りしてるんでございますが、はい、これ面白いそれと本当にコンテキスト文脈っていうのが「後座」を決定していくんだなと思うんですけどもこれものすごく徹底してるんだね「あ」ザ「ザこの使い方ね例えば「 I'm going to put the red rose in a, on the piano and the white rose in the grass.、うん、ここではですね、えっと、私は赤いバラをピアノの上に、白いバラをカビンに、グラスに飾ろうと、思うとかね、飾ろうとしていますという表現ですが、うん、I'm going to put the red rose in the piano and the、uh, white rose in the grass. これで オンザピアノで今度グラスの場合はインナグラスになるあああれその違いはこれ面白いでしょうオンザピアノオンザピアノインナグラス、うん、なんでだザはもう言ってる通りたくさんあるうちのその一つねそれ、うん、からアがつく場合はあメ,メニーのうちのたくさんあるうちのそれというねこれそうだよね考えてみたら 大体家にはピアノは1台ああそうかグラスはちょっとたくさんいっぱいいろいろあるんでああそういうことなんですね、うん、それで「あと座」の使い分けが始まるという<ー>変わってくるという、はい、この辺面白いねうん、うん、だからこれは逆の意味で言うと「I'm going to put on the red rose on ピアノ 's」って言うと「 なんかすごいピアノ何台も持ってる大豪邸に住んでるっていうのがその座があるかないかだけでもわかるわけだ、うんうん、なあだからザグラスなんて言いますとすこいつ貧乏みたいな <laughs> なんか花瓶一つしかねえんだってみたいなことがたった一つ監視の使い方だけでわかバレてしまうと、はあ、これは面白いですね、はいえー、その我々にはない文法ではありますがこの監視の えー、三枚おろしえ明日も引き続き続けてみたいと思います武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜です、えー、新幹線のホーム近くにある本屋さんで見つけた本で面白いかなと思って拾い読みしてちょっと三枚にまとめたんでありますけどおろしさんでございますがあとザの物語これランガーメール編集部、まあ、たくさんの人が いろいろアイディアを出しながら後座の違いを例えば小話でこんなことがあるんでございますね例えばサッカーのコーチがいるそのコーチがキックでボールこういうふうに英語で言いますとこれは何かこう蹴ることボールを蹴ることについて技術的な指導が始まるこれがわかるキックでボールボールを蹴ってみろ<え>って言うとあ師匠なんか俺に教えてくれんだなっていうのが英語話しピンとくる ところが監視が違っただけでコーチがこう言えばキックアボールと言えば、はい、これはどういう意味になるかもうとりあえず練習しとけってことですか。ノ <No> えボールを片付けろって意味になる。え嘘っ,って集めてそれ、えー、面白いでしょうこういうのえー、そうなんですか、うん、たった一つざ と、あが入れ替わっただけで、全然意味が変わってくるんですな。うん,うん。蹴り集めろーみたいなうん。へ<ー>で、これが、ボールが複数形になった場合。<き>キックボールキックボール,ボールあ闇雲に蹴れ違う。違うこれは、コーチが酔っ払ってボールがいっぱいに見えてるというね。<laughs> 本当ですか,か相手にしなくていいという。呂列が回ってないんだという。 じゃあ、<laughs> キックボールズっていうのはないんですね。ない。こういう言い方はね。<ー>うん。I learn how to kick the ball from the coach.、えー、私はあ、ボールの蹴り方に関してシュートに関してコーチから教わったっていうね。はい、サッカーボール、ボールはみんな同じですが、うん、コーチが教えてくれる、教えてくれるボールはまさに世界中のボールのただ一つなわけです。ザ。ザなんです。 面白いですよね。たくさんの中のザ、そのボールなんですね。うん、ただしですよ。ただし、ボールはザ、ア複数形、ズとありますが、カー、車やコンピューターとなりますと違うんです。はい、これ面白いね。免許を取りに行くときは、she is, to drive a car. she is running to drive a car. 彼女は、えー、車の運転を勉強中である。 で、もう一つ。I l e a r n to use a computer. あ、あ、これで表現する。はい、しかし。can you repair this computer? はい。直せますかはい。はい、これはですね、えー、修理できますか、うん、コンピューター修理できますあなたっていう。そういうことを聞いてるんですが、これは、えー、専門業者の前での依頼ということがわかるんですね。ほう<お>。えー なんでかと,いうとこの人はコンピューターすべてについて深い知識がいあ,<ー>あるんで「あや」「座」を用いないあ,あらゆるコンピューターという意味でね、うん、ええー、でコンピューターはさまざまな機種があり「座」はふさわしくないということなんでありますね。うん、こんなふうにしてこのやっぱ監視一つでこちら側とそちら側の関係とか、えー、全部わかるという、うん、考えたらすごい言葉だと思いません、うんはい えー、複数形ということに、えー、についての説明をし,しましょうね。一つ二つと数えられるもの。これは、あ複数形、えー、にするということですね。はい、ホエールズホエ h a l え s are l a r g はい。クジラはあ大きなあ動物です。一つ二つと数えられないものは、そのまま一切つけない何も。はい。time is money. タイムイズマネー。数えられないものはもうそのままですな。また、数えられない特性を語るときも、あ、座を消して、無関心となります。はい。あの、私もちょっとこういうの感動するんですけども、ある人が手紙に、h e トワ was off でいいの発音は。off.heat <フ> was off.off. <フ>えっと、a, a, a, w, f, u, l。off. <フ> <laughs> <laughs> みんな何だか分かんなくなって,って <laughs> みんな、みんな口が飛ぶ。オフオフ。オフでしょある人が手紙に、ヒートバスオフと書いた。ねはい、これは、えー、夏が異常に暑かった。去年なんかそうじゃないですか。だから、ちょっとそれ、書いちゃったんでしょう、レターにね。うん、すると、イギリスの友人から、ヒートの方なんですけども、ザ・ヒートと書きなさい。うん、彼曰く世の中は 今年くらいの暑さが好きだという人もいるからえ暑さ一般を、あの、恐ろしいとか嫌だったとか言っちゃいけない。この暑さが好きな人もいるわけだから、あ,<ー>あなたが嫌いな暑さということで、それにはあなたの暑さでザ・ヒートってつけなさい。その暑さは嫌いってことですね。うん、そうそうそう、うん<ー>で。世の中にはその暑さを、ヒートをナイスと思う人もいるんだから わ、細かい。この辺やっぱりそう簡単にね、直訳でね、ディサポインテッド、失望してはいけません。<laughs> はい、希望の明日、またつないでみ、いきましょう。竹田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。竹田鉄也です。おはようございます。水谷加奈です、えー。昨日お話した、は話は、ある人が手紙にヒールボス、オフ、その暑さっていうのが恐ろしいくらいだ、嫌だねー、ちゅうなことを。自己の挨拶で、書いた。 ところがあるイギリスの友人から「Heel was off」というなと「The Heel was off」「The」をつけなさい暑さに、うん、え彼曰く世の中には今年の暑さが大好きな人もいる、うん、そういう人のためにあなたが答えたんでしょその暑さだから「あなたの」が答えた暑さで「TheHeat」にすべきだというでまた別の,あの文章でねセンテンスで「はい、The life is beautiful」そんなことを書くと。はい そうするとその友人いわくですけどその場合「座」はつけなくていいんじゃないのっていうああそれなんですけどみんなにとってそうそうみんなにとって、えー、やっぱり「Life is good」であってほしいという願いを込めるために<ー>それには「監視の座」をつけるべきではないとこういうことなんですね。細かややこしいいでですすねでもあの彼らののの物事の考え方っていうのはすごく わかるよね。あとザそういう言葉遣いを使い分けるのであるというね。こ,こういうのはすごいと思わない。そのだから、なんかこうざとアの違い。あるいは複数形の違い。あるいはつける。つけないで、万人の思いと個人の思い。あるいはコモンセス。共通のそのなんか常識みたいなものを明らかにを使い分けていくという。この辺はだから論理的ですな。はい。 英語というのは、つくづく、そう思いますな。はい。はい。例えばでありますけども、Americans eat well. アメリカ人はよく食うよっていうね。ええ、ねこれ少し棘がある。<ー>うんで。カチンと来ないためには、ちょっとつけ出すっていうね。でアメリカンザをつける。わざわざ。The Americans eat well and work hard. <ー> あ,ある、ある、私の,の知っているあるアメリカ人は非常によく食べる。座をつけるだけでそういう響きになる。はいね、しかし彼らはよく働くよっていう、うんねえ。座をつけると全アメリカを敵にしないという。うんだこうの考えるとジャパニーズと呼んでるのかザ・ジャパニーズと呼んでるのかで全然変わってくるわけだから。ニュアンスが全然違ってくるわけですね。っあ はっきり言ってアメリカよりイギリス風が好きだよねあそうですかねあのね、うん、こんなにゴルフ好きな東洋人ってちょっといないと思うんだねイギリスかゴルフはうん <laughs> それからサッカーねはい、うん、それから今私が凝ってるフライフィッシングってあイギリスなんですかイギリスですねあんなややこしいこと考えるのはね嫌になりますよ、はい。本当に大変なんですよこれが <laughs> 難しい釣りで難しいなんて考えたことあるあの今あの大禅寺っていうところにある釣り堀に行ってるんですよ、はい、そこで今練習してるんです師匠について、ええ、その師匠があのイングランドスピリッツを教えてくれるのよフライフィッシングに関して<う>で針には全部フライの針には えっと、引っ掛けるための針と返し針っつって、うんえー、魚が食いついた場合そいつが逃げないように返し引っ掛かるもう一本の針が針の中にチャカッとついてるんですよ。ええ、それをね我が師匠はねフライフィッシングの伝統にのっとりねつぶせっていうのよね。返し針はああっっちゃいけないっちゃゃいいいいいけけなな、うん、なんでかっていうと リリースするわけだから基本的に釣ったやつを全部持って帰る漁師さんじゃないんだから我らはいはいね俺たちはあの楽しんでるわけだから、うん、魚を傷つけずに無事に返すところまでがフライフィッシングであって、はい、傷つけてまで釣るというのは違反してるって、うん、だってカナさん俺なんかヘタっぴだからフライフィッシングを仕掛け作るだけでもう340分時間が経ってんのよ仕掛けってそんな難しいんですかあのさ 糸がある。ラインっていう。それに、リードっていう糸を結ぶのよ。はい、こう結び方があるわけ。で、結んだら、ほら、あまりの紐がちょこっと出るじゃない。はい、このあまりの紐をきれいに切っとかないと、引っかかるの。何にいや、自分の糸に絡まるの、それが。糸に糸が。<ー> あのリードの話をしましたよね。はい、そのリードからさらにキペットっていうさらに細い見えない糸にを結ぶわけ。うん、だから糸糸糸で3本の糸を結び合わせて投げて魚を釣るわけですよ。<ー>これが絡まるのなんの。本当にもう。まあ一回いずれゆっくりお話し、あちょっとね、はい、時間いっぱいになってしまいました。まあそれゆえにかえって何かこう。 この難しさが面白くくなってくる時はあるんでああでりますね。皆さんに楽しんでいただけたかどうかは分かりませんがネタまだありますんでねもう少しこの「あと座」の物語続けさせてください。この続きまた来週のまな板の上で。